こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました。セブンイレブンってこんな商品まであんの？うわ、これ気になるな、食べてみたいなって思ってたけど、これまで買わずにいたやつを買って食べてみようのコーナーでございます。というわけで今日は私が気になっていた商品ベスト5を紹介していきたいと思います。第5位はこちらでございます。てでーん、サラダチキンのマイルドカレー味でございます。言わずと知れたセブンイレブンさんの超美味しいダイエット食のサラダチキンになんとカレー味が出たということで、これは気になっていたんですけど買わずにいました。どのくらいのカレー感を味わえるのでしょうか。このような感じになっております。そこまでくどくはない色って感じがしますね。あ、断面は普通のサラダチキンだ。いただきます。しっかり美味しいですね。カレー粉の味がしっかりついておりまして、僕はやっぱりお肉といえば脂身がしっかりある部分の方が好きだったりするので、胸肉ってそんなに好みじゃなかったりするんですけど、これは美味しく食べれるんですよ。うん、パサつき度が全くないかって言われたらそれ確かにあるんですけども、ハム感覚の味わいで食べれるっていうのがすごく好きで。うん、第4位はなんとこちらでございます。てでーん、炙りサーモン。セブンイレブンさんでお魚のお刺身があるんだっていう、すごくびっくり商品でございますね。ペロンとちゃんと醤油とわさびがついてますね。ちゃんと容器も凝ってるもんね、こんな感じでね。わさびをちょっとサーモンにのせまして、ちょんちょんいきまして、さあどのくらい美味しいのでしょうか。いただきます。しっかり美味しいサーモンですね。ちゃんとサーモンの奥に潜む甘みも感じられて、大人の方は晩酌のおつまみにしてもいいし、はっきり言って僕だったらご飯の上に乗っけてサーモン丼とか鮭茶漬けの贅沢な具材にしてもいいかもしれません。いや、これは美味しい。うん、第3位はこちらでございます。てでーん、もっちり香ばしみたらし団子。もしかしたら普通の味なんじゃないかなと思いつつも、丁重に扱われてる感があるじゃん。気にはなるけどなかなか買わないよねっていうタイプのやつですよね。はい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 。こんなにたっぷりみたらしが染み込んでる感じでありつつ、裏側は意外とまっさら。いただきます。お団子屋さんでよく買って食べるみたらし団子よりもタレの味わいがマイルドになってるかな。わかんない。あ、どうだろう。でもしかしたらタレの味わいがマイルドになってるのか、食感がマイルドなのか、どっちかわかんないけど、とにかくね、優しくなってます。普段食べるみたらし団子がシーツなら、これは毛布。なんか肌触りが優しいね。全然しつこさがないから、この量一気にいけちゃうくらいうまいです。ただ奥さんもみたらし団子好きだから、これはもう3個分取っときましょう。はい、第2位はこちらでございます。てでーん、じっくり焼き揚げ皮を剥いた焼きナスでございます。これ言うと、あ、だからそんな顔の形なんですねって言われるのがすごく嫌なんですけど、ナスがとにかく大好きなの。ここの点線に沿って切り込みを入れて、レンジで1分40秒ですって。そんな簡単にいけちゃうもんなんですね。開けていきましょう。でで、双子のハイジーさんだ。やっぱケースに凝ってるよね。では醤油もかけまして、うわ、見てこの滴る感じ。これコルゲンコーラの CM みたい。いただきます。はいはい、これおすすめ、これおすすめです。これ5本くらい食べたいね。うんうんうん、ナスの汁がブシャーですね。で、柔らかくなったナスの身の食感も最高。第1位はこちらでございます。てでーん、キムチ豆腐チゲ。美味しそうなお肉と丸々豆腐が1個入ってるという、何この素敵な商品って思ってたんだけど、がっつり食べたい時は弁当だし、ちょっとでいいやっていう時はサンドイッチだし、意外とこれの出番がなかったのよ。はい、レンジでチンするご飯くらいのサイズ感とでも言いましょうか。ここまで開けまして、これで2分40秒でございます。開けていきましょう。あー、ちゃんと豆腐入ってる。ではまずはお肉とお野菜の部分をいただきます。さすがセブンイレブンさんと、もう言わざるを得ないくらい、もうこれだよねっていう味です。素材の味を引き立てる程度の辛みで抑えてて、誰が食べてもうま辛だよねっていう味に仕上がってます。お豆腐もちょっとすくってみましょうか。ほんとこれ俺大好きだ。
これもやっぱりお酒のおつまみでもいいし、ご飯にドバッと乗せてかき込んじゃうっていう手もありますし、これ万能型だね。というわけで今回僕が買ってきた商品で食べた後にランキングをつけるとしましたら、第5位がサラダチキンですね。第4位がみたらし団子。第3位がサーモン。第2位がナス。第1位がこれでございました。これ本当に美味しいから撮影終わってから食べちゃおう。で、まぁ、今回の動画に関しまして、いつもみたいにレンジで加熱中につなぎのトークがなかったなって感じてる人もいるかもしれませんが、今回さ、ちょっと5種類紹介してんじゃん。だから、レンジ加熱中は、それまでに出たゴミとかをちゃんと片付けてたら。だから今これ食べてるんですけど、テーブルの上はもう、本当に、見てください。もう何もゴミがない。もう、これレンズキャップだけ、レンズキャップだけあります。こういう几帳面なハイジンのことどう思った？